日ですね、うん、あのいかりそうさんうちの番組にね、うん、協力いただいてるじゃないですか。はい、そうですね。いかりソース企画でございますけど。おお。なんと。なんと。原田さんと。と。うちのあの竹虎さんっていらっしゃいますわね。ああ、もちろん。あの対決してもらいます。それは聞いてないな、俺は。聞いてないっすか？それは全く聞いてない。何の用意もない。何の用意もしてないよ。してない。うん。おかしいな。あの原田 VS 竹虎。たこ焼き美味しいのどっち対決というのを今日やってもらいます。ストレートですね、はい、ストレートの対決です。日本語って簡単ですね。途中でリアルに殴るのとやっていいです、やっていいです。でも向こう豪気だから気づかないですね。確かに。竹田さん的には今日ガチ対決ですけど、どうですか？いや、もちろん勝つ自信はあるんだけど、はいはい、原田さんとはたこ焼き友達でもあって、一緒にたこ焼きパーティーやったりもしてて、ドラクエの堀井さんも、ね、来てくれたり。そうね。で、原田さんのたこ焼き食べたんですけど、やっぱ美味しいんですよ。だから今日は対決なんだけど、俺原田さんのたこ焼き食べたいですっていう気分です。まあ俺も食べたいんですよね。はい。あんま食べたことない。僕初めて。あ、初めてか。あれ、一回たこ焼きパーティーやった時は豪気のたこ焼きと、うん、アリサのたこ焼きがありましたね。ああ、そうですね、そう、松岡由紀さんの声優さんが、はい、来てくれて、アリサの声優さん、松岡由紀さんのたこ焼きも美味しいんですよ。わあ、ちょっと変わった、かっぱえびせん入ってる。そうなんですよね。あ、なんか出汁でそう、うん、じゃあよろしくお願いします。イエーイ、たこ焼き対決スタートです。原田さん何入れてるんですか？僕も実は山芋も入ってますけど、はいはい、当たり前ですけどね、卵も入ってますからね。卵、小麦粉、じゃあ隠し味が入ってます。隠し味、デビルの血が入ってるそうですよ。で、コツは、最低5、6時間は寝かす。おこれオリーブオイル。お、原田さんもオリーブオイルなんですね。昔はね、僕が自分で食べる用はごま油で焼いてたんですけど、オリーブオイルの方が女性受けがいいんですね。原田さんの天かすはどんな天かす使うんですか？これね、ちょっと変わってるんですよ。これ手間かかんないですよ、これ。これね、はい、いわゆるこういう、赤い干しエビ系をね、味付けありで自分で天ぷらとして、天ぷらというか、まあ、わあ、めっちゃ美味しそう。揚げる、まあ、その時点でめっちゃ美味しそう。この油もいい油で揚げるといいね。市販じゃないってこと？市販じゃないですね。イエーイ、手間がかかる。こだわり、手間がかかる。で、最初に何入れるんですか？いや、それはもう生地です。生地からね、やっぱり、ね、僕はもう生地から。普通生地ですよね。生地はね、もうね、あんま順番こう関係ない。わじゃーっと、もう溢れるように。はい、男っぽい。こう綺麗に入れるしかないんです。はいはい、実はみんなここ綺麗に入れようとするけど、ここはもうここはみ出るぐらいで入れちゃうんですよ、こういうの、うん、国産キリイカ。キリイカ、へぇー。もう申し訳ない程度でいいんです。ちょっと入れて、もう入れるの面倒くさいんで、うん、本当はね、あらかじめ包丁とかで細かく溶くのも手です、うん、まあ、ただもう今日20数個なんで、ちょっとずつって言うんですけど、あんまりこれですよ、うん、ネギをね、ネギちょっとです。今日審査員はネギ大丈夫だかな。あ、どうだろう。まあ、だからネギ OK な人に今からなんか呼びますよ、ね、道路でネギ大丈夫な人って声かけてくれるんで。たまにね、ネギはダメな人がいますよね。ヒゲガンとかね、もうね、あ、そうでしたね。ネギダメなのにたこ焼き食べたいとか言い出すから。原田さんもネギは、僕キャベツ派なんです。あれ、キャベツを入れるレシピもあるんですよ、たこ焼きは、うん、だけど、うん、通常関西人にそれを言うと、えっ、これエビを、はい、エビをね、ちょっと隠し味でこう揚げてるやつ。おお、まあ、それだけで美味しそう。エビを刻んで
天かすみたいに揚げてるんですか。ネタバレで言うと、普通のいわゆるあの美味しい生のエビと、干してある赤エビをこう刻んで、でちょっと隠し味ごと揚げるんです。うまそう。でこれまたね、これ隠し味なんです。これね、ちょっと待ってよ、これわかる。はい、これは何入れてるんですか。よくあるのがイカの姿揚げみたいなのでしょ。お菓子でイカ天つまみ、あカリカリのやつですね。 あれなんだよ。俺ちなみに関西だとお好み焼きに隠し味で入れてるお店があるぐらい。ありますね。意外と子供に使いますよね。意外と実は知られてるようで知られてない隠し味なんですが、これ入れるだけですごく美味しさが上がる。一気にコクが出る。てか結構入りましたね、トータルで。このタコ入るんですか。もうこれが問題なんですよ。タコが入らない。やばいよ、もうタコ浮いてるよ浮いてるよタコ。そう、このタコ焼きに出せないタコが入らない。ちゃもうタコ浮いてる。やばいよ、面白い。タコが入らないだからもっと穴が大きいのでも貸し作ってたんだ、ね、あーおいで紅生姜ね。紅生姜さん、これね、これまた厄介なことでね、紅生姜がダメって人がいるんですよ。いる。これー両方今最大ですね。意外と細かいでしょ、たこ焼き。おお、繊細なんですよ。繊細ではないか。いや、豪快だけど、シンプルだけど、丁寧に焼いた方が美味しく仕上がります。ね、おお、やっぱ手際で言うと、なんか竹虎さんやっぱ早いな。はいはい、やっぱり長く焼いてるコストが、年間多い時1200人分やってますからね。そうですね、やっぱ俺入れるものが多いんで。そうですよね、そこに手間かかりますよね。手間はね、すごく変わってたんですね。あ、でもなんかやっぱ一個ずつがやっぱ早さんでかいな。でかいですよね。もうかなりモリッとしてますもんね。でかくなっちゃう。すげえな。大きくなった。さあ、そろそろですか。かなり焼けてきましたね。来てるじゃないですか、あれさん。そうなんですよ、サングラスだから分かんないね。いろいろね、いろいろいつもと違うこといっぱいありますもんね。と早めな気もするけど、まだ審査員用9個だけでしょ。9個あれば大丈夫。じゃあ、よし、じゃあ呼びますよ、審査員。というわけで、たこ焼き完成しました。イエーイ。イエス、いきましょう。じゃあ、完成のポーズ。あ、熱々熱々熱々これ、原田さん、今焼きたてだからこれ、絶対猫舌の人危ないよ。はい、完成しました。完成でーす。こんばんは。はい、はい、こんばんは。いらっしゃいませ。失礼します。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、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 はい。なんだこれ。いいから、いいから、いいから。いいから、いいから。親の方がいるぞ。いいから、いいから。親の方がいるぞ。はいはい、あのね、いいからいいから、とりあえずね、はい、椅子に座ろうか。椅子に座ろうか。わかりました。ね、ファイターさんのね、はい、娘さんとね、小見まりかこと小まりちゃん、はい、今日はすっげえ雑に俺に呼ばれてたじゃないですか。そうですね。で、実は今日、あれなんですよ、バーのギャラリーじゃないんですよ。あら、あら。で、もうバレてると思うけど、はい、たこ焼き食べてもらって、どっちが美味しいかっていう審査員なんですよ。おー、 A と B の。で、原田さんと竹虎さんが後ろにいると思うんですけど、はい、はい、イエス。2人がですね、実は今までこう、
け散らかすほど忙しいのに、たこ焼きを昨日から仕込み、後ろで焼いてたんです。あ、さっきまで気づかなかったでしょ。そんな仕上がったのが A と B、 これね、まだね、どっちがどう作ったか、そうですね、わかんない、なのでわかんないようにしてあるから、食べて美味しかった方の旗をそこの前にぶすって刺すとこがある。あー、これだ、そこにぶっ刺して、入り口から帰ってください。帰らせるの？帰らせるの？前代未聞なの。え、残れない、パス言ってかないでしょ。帰らされるっていう回なんです。はい、はい、はい、実食どうぞ。はい、いただきます。いただきます。俺のやつ選んでね、どっちか分かんないけど、ね、A と B、どっちから食べよう。俺も原田さんの、お父さん、私 B から行こうかな。確かに私ちょっと B から失礼しよう。いただきます。おいしい、めちゃめちゃおいしい。さあ、暑いね。両方美味しいけど全然違う。違う。え、すごい。両方食べた。全然だいぶ違います。すごい。え、難しすぎるこれ。本当だ、全然違う。うん。なんか違うからこそみたいな。違うけど悩んでる。これ美味しいな。何で悩んでるの？なんかその、B の方がなんかザ・たこ焼きって感じの、そのなんだろう、だしもの感じとかもすごい来る。そう、本当ザ・たこ焼きって感じで、A はもうバラエティー言うとかみたいな感じだから、口の中楽しいみたいな、なんかいっぱい入ってますよね。ああ、そうなんだ。みたいな感じで、いいとこが違うから、どっちを取るかが迷うっていう感じですね。原田さん、これやばい、怖いマジで怖い。いや、これ本当にどっちも欲しいな。マジでどっちも欲しい。子供が水筒なのが可愛すぎて。判定、もう審査 OK？はい、はい、お伝えしました。お伝えしました。じゃあ、ご帰宅ください。なんだこれ。いや、ほんと僕たちならどっちか教えてもらえないんですね、だからね。そうですね、わかんない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 。オンエア見て、オンエア、オンエアを見て。ありがとうございました。やばい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんだろうな、ほんとにちょっとドキドキするって、これは。さあ、そんなわけで、はい、結果見てみます。はい、緊張する。一人目ファイターさんの結果、A、二人目ファイターさん娘さんの審査結果、B、最近まで年長さん、はい、だね。さあ、で最後、はい、ゴミマリカこと、おまりちゃんの審査結果、B! お、やっぱ3人だから、3人だから当たり前だけど割れた。割れた、確かに。ということで、勝者は B が勝ち。今日ね、ゆかりソースさん、
コーテッド媒介ですからいろいろもらってるんです。で、負けちゃった人から勝った人にちょっと贈呈品をしてほしいって、はい、ちょっと こちらです ね。お、すごっ。これイカリソースの、え、なんかめっちゃいっぱい入ってないですか。ちょっと見ますか。めちゃめちゃ重たい。ちなみにこんな感じ。すげえ、ね、これがあのイカリソースさんから、しばらくはたこ焼きを作るのに困らないだけのソースの詰め合わせが贈呈されます。やった。でも竹虎さんだとこれ、はい、多分パーティー2回分ですね。あのね、うん、あっという間に40人でやって2回で終わり。大丈夫ね。実はねそれだけじゃないんですよ、はい、あのも渡さないからあとの、あとね、家にガチで宅急便送ります。やったーってか、これだけでもめちゃくちゃ重い。やったー、ありがとうございます。おめでとうございます。これでたこ焼きパーティーできます。逆に竹虎さんじゃないと消費できないじゃんこれ。さあ、声優界のスーパータコ焼きシェフ、イエス竹虎さん、ね、声優業もさておきやってるよ。無事今日はちょっとヒヤヒヤしたかもしれないけど勝ちましたね。めっちゃドキドキしました。よかった、よかったっていうか面白かった。うん、なんか嬉しいけど原田さんのたこ焼きもマジでやっぱうまいんで、ね、これみんなもぜひ食べてみてほしい。まあ分かんないですもんね、これ見てる人はね、うん、そうそう。だからまあ原田さんがたこ焼き焼くのもまあ激レア映像的な扱いで、うんうん、まあ、ちょっとみんなも見てもらって、あとはまあ何せたこ焼きはみんなで家族で作って美味しいですから、そこでね、みんなで家で怒りソースを手元に置き、それ大事、たこ焼きを作り、同じソース、そう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 、ね、味付けは一緒だけど、うん、生地の違いとか、うん、具の違いでこんなに変わるっていう。皆さん、じゃあ3周年の原田のバーも、この2人もしくは1人ずつ頑張りますので、今後とも原田のバーよろしくお願いします。お願いします。というわけで今日の原田 VS 竹虎たこ焼き美味しいのどっち対決でした。